はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、今ちょうどガチャでね復刻されているこちら SR 北斗の方を使っていきましょう。はい、北斗ね、改めて何回か使ってみたんですけれども、この期間中に非常に強いですね。やはりもう僕は正直投手ナンバーワンキャラだと思っております。はい、で今一度じゃあちょっとテーブルとか見てみましょうか。で、テーブルがなんか異常なんですよね、本当に。まあ、とりあえず35までで見ますと、技術ボーナス6に、タック 80% に、そこに固有でまだ技術ボーナスがついて、さらに練習効果アップ 5% まであるので、非常にタックの経験点が高い。で、体力消費量もダウンしてるので、まあ、彼女みたいにね、一緒に練習した時に、体力の減る量が少なくなりますよ、というところです。はい、で、そこに骨イベント率アップ 20% まであるので、びっくりもしやすいということで、で、初期報告もまあ55だから結構高い方っていうところで、本当にね、なんか、もうこれだけでめちゃめちゃ強い。のに、そこに休息骨っていう、まあ、投手の基礎骨の中で一番ね、強いものが入ってきて、まあ、やっぱり、現状ね、なかなか休息キャラっていうのが入れるの難しいってなると、まあ、ここで休息骨もらうと、まあ、コントロールと変化球とかだけの編成でも、十分休息上げていくことができるのかなと思います。はい、で、45までいけば試合経験点ボーナスもつくということで、もうテーブル的に本当にね、めちゃめちゃ強いですよね。で、かつ特能が、まあ必ず抑えたい伸びのみということで、もうそこも非常にいいと思います。まあなんだかんだ立川だけだとね、伸びって全然安定しないので、まあ非常にね、強いんじゃないかなと思います。で、金徳がど根性確定。で、骨産でもらえることもあって、それは休息依存ですよということですね。で、イベントで、体力最大値上がったりとか、あと重い球のコツをね、もらえたりすることもあるので、非常に本当に強いと思います。ちょっと、今のガチャもうちょっと引こうかなって迷ってるぐらいです。はい、で、今回のデッキはこんな感じにしてまいりました。前にあと4で、ここ、天城だけ切るので、今回は万年キネコ持ってこずとも、なんとか完走してくれないかなというところでございますと。はい、メンタル2のコントロールにはちょっと、技術余るかなとも思ったんですけど、まあ一応根性骨がないので、このデッキ。あ、どっち行こうかな。まあ、技術ボーナスも美味しいし、ここかな。はい。まあ、根性骨も今回ね、あ、やっぱ体力減りにくいな、10%。10% だっけ？消費量ダウンか。はい。ですね。何の話しなくて。そう。ど根性をまあ、直撮りするって考えると、まあ、メンタルキャラ2枚入れてもいいのかなと。まあ、街道ですしね。彼女なし編成の練習していきましょう。はい。いや、北斗はほんと強いですね。で、ちなみに、だから、カオルちゃんとかとの相性が非常にいいですよね。まあ、どっちか持ってる方はぜひともですね、カオルちゃんか、北斗どっちかでフレンドさんでお借りしてやってみる編成とか非常にいいんじゃないかなと思います。根性のコツを持っているので、緩急、根性、カチュンしかないのかな。だから、カチュンをまあ、先に取っとけば必ずね、コツは教えてくれると思いますので、非常におすすめな編成でございますと。で、一応、北斗が休息依存ということで、先にね、休息コツが2回来てくれると嬉しいなというところです。よいしょ、というわけでやっていきましょう。いや、ほんと最近ね、彼女なし編成めっちゃハマってるんですよね、個人的に。はい。まあ、今回はね、天城もいるんで、天城と立川だけで十分伸び骨、十分ってこともないか、ちょっと怪しいか、実際。旧タイピンはまだ抑えれなかったから仕方ないね。はい。まあまあ、天城と立川だけでもいけるっちゃいけるかもしれないんですけど、さらに安定感増すよねっていうところですね。いや、マジで強いと、個人的には思っております。はい。さあ、招き猫なしでどれだけの選手できるかな。まあ、立川が金徳成功してくれないとちょっと辛いかなっていう予想はしてはおります。はい。で、対強打者は2回もらってもとはいえどもいいかな。精神余る気もする。どうかな。余んないかな。余んないか。ど根性直取りすれば余んない気がするし。抑えましょうか。はい。OK。さて、あとはもう早めにね、メンタルキャラとのタッグが組めるようになればと思います。キレはさすがに2回抑えましょうかね。うん。ちょっと敏捷の問題もありますし、これでアブレイクするまだいかないか。これちょっと、
ストイックゲージ貯めてブレイクスルー打ちたいな。ちょっとキレはね、変化球的な問題もあるので、2回コツを抑えたいなと思います。はい。ということで、ブレイクスルー打てるときは打っていきましょう。ちょっとクレバとテーブル似てるような、クレバと北斗はテーブル似てます。そうそう、だから、簡単に言えば僕結構クレバのテーブル悪くないっていうお話よくすると思うんですけど、あとタイガとかもそうだっけ、クレバのテーブル悪くないっすよねってよくお話ししてると思うんですけど、そのクレバの完全上位互換なんで、北斗ってテーブルが、そりゃもう強いよねっていう、そりゃもう強いよねっていうお話ですよね。はい、ちょっとまだ評価が上げきれてないな。頑張って評価上げていきましょう。で、なのでこのデッキですね、嵐丸で2回で、北斗で1回、あとまあ合宿もあるので、計4回、4ずつ体力最大値上がるのかなっていう異常、てかこのデッキ強いな。口に出してみて思ったけど、このデッキ、さてはめちゃめちゃ強いな。で、こうやって、例えば立川のタックに北斗が現れても、体力減る量がちょっと少なくなる。まあ変化球自体が結構体力減る量もともと多いのでね、結構減っちゃいますが、そういう良さもあると。しかも、これどうかな、何等派にしたいかな、今回。あ、なんなかった。っていう良さもあるよねっていう、本当にこれだってこの経験ってもいいよね、本当に。よいしょ、頼む、コーチ回復して。やばいね、体力最大値だから16も上がるのか。いや、このデッキ強いな。さては、ちょっと招き猫持ってきてもう一回やろうかな。ちょ、これ勝負したいレベルだけど、勝負したいレベルだけどやめよっか。変に怪我するのが一番ダメだよね。コーチ、これでコーチの回復が来たらオッケー。いやー、コーチ有能。有能コーチだ、ほんとに。いや、このデッキほんと強そうだな。いろいろ今言ってみて思ったけど、改めて。こうやって変化球練習に現れても、技術ボーナスもね、そうだ、その話だ。技術ボーナスがそこに乗っかるんで、技術の経験点もかなり今増えてましたよね。強いぞ、このデッキ。いいぞ。いいぞ、強いぞ、このデッキ。やっていきましょう。いや、これ、もう一回やろうかな、明日。明日もう一回。明日はさすがにあれか。まあ、自分で勝手に動画外でやっとこうか。これ、招き猫。あ、けど、招き猫持ってきたら、さすがにガチ編成だから、動画に収めたいな。ただ、休息骨をね、早めに2回抑えたいところではあります。で、嵐丸で、削るやる気を葵ちゃんで回復していくと。素晴らしいですね。うん。一応次そうだな。ここの体力具合によって健康になりたいかどうか悩むとこだけど、まあ健康に過ごそうかな。大吉引いたら体力回復あるけど。うわ、引くんかい。じゃあ野球が上手くなりたいでよかったけど、まあ仕方ない、それは読めない。よし、ここで敏捷稼ごう。で、これでキレ分ぐらいは敏捷もういけるでしょう。北斗がちょっとね、休息コツだけ早めに来てくれると、まあ立川も休息依存説がありますのでありがたいですね。さてさてさて、やっていきましょう。まあ精神足らないことはないと思うんですよね、このデッキ。さすがにど根性直取りしてもね。さあ、あと休息コツのみですね。いや、これ強いと思うんだよな。よーし、行くぜ。いや、さっきから北斗が妙に、この立川の変化球練習に現れますね。非常に変化球での技術の経験点がいいと。で、もちろん練習効果アップもありますので、その美味しさもあるということでね、非常に強いと思います。はい。で、北斗ですね。これが、熱いぞ北斗っていうのが、金徳イベントの方ですね。で、これの1回目で、やってみるでね。続いていくんですが、体力の最大値が上がるよと。まあ、ちょっと体力削られちゃうんですけど、経験点も結構いいんでね。うわ、結構じゃないな、割といいな。よいしょーと、ここで一気に、ここで一気にあれやつ、体力最大値一気に上がるやつ。いや、めっちゃ、てかこのデッキいいな、マジで。あとはみんなの金徳さえ成功してくれれば。成功失敗があるのがくれば、嵐丸、あー立川か、うん、結構成功失敗あんな。いや、いいですね、非常にいいね。
よしよしよし。さて、で、どこでダブルタックが来てくれるかですね、あとは。どこで何回ダブルタックが来てくれるか。ブレイクスルーも非常に打ててますし、いいと思います。あー、ちょっとね、やる気が渋くなっちゃうんで、やる気は削らないでほしかった。ということで、ちょっと変化球取っていきましょう。これにしようかな。パームスローカーブでいこう、今回。まあ、経験点も基本的に稼げてるよね、ここまで。それなりに。よいしょ。OK。これ何行くか結構迷いどころだな。北斗かな。球速骨が一番欲しいかな。今のメンタルでも、ああ、今の難しい局面だな。メンタルでも悪くはなかったけど、まあ、球速骨を早めに掴んでおきたいということでね。はい、で、ここで合宿前だから。休むでもいいし。メンタルでもいいけど、まあ、ここは合宿前だし休もうかな。よーし、この合宿美味しくなれ。いやー、いいですね。非常に良いですね。ただ結構コントロール練習をクレバが来てくれているので、それもありちょっとですね、あれかな、逆に精神が足りてないかな。やばいっすね。結構精神足りてない。精神キャラ2枚入れたからなんとかと思ったんだが。ということで、要所とかはコツ1回、もうキレもコツ1回で潰すかとなってくると、メンタル足りてないんだったらね。精神足りてないから。頼む、成功して。OK! さあ、これも体力最大値上げてほしい。もうここまでね、体力最大値上がってれば。これって例えばこのイベントってなんか、が上がってると、なんかの、なんか、あれがいいとなんかとかあるのかな。今なんかだけで、なんかとしか喋ってないから伝わってない気がするな。なんかの基礎値上げてれば、成功しやすいとかいうのはあるのかなっていうお話でしたね、今のは。はい。ということで、要所ももう先押さえちゃうね。いや、合宿も悪くなかったな。やばい、結構ここまでいいから正直、負けるんじゃないかと不安になってくるよ、ここ。練習試合ね。いや、本当に北斗が立川のね、タックに現れますね。いやー、これだから技術がこんなに来てるんだよ。いや、これちょっと待て、ちょっと待て、北斗強いぞ、ここまで言ってみて思ったけど。あー、球速を上げれないのが残念だけど。うわ、意外とやってみて思ったけど、そんなに精神が全然余らないっていうか、技術が、いや、それだけ多分北斗の技術ボーナスがすごいんだ多分ね。北斗の技術ボーナスの凄さだよな多分。さてさてさて、ちょっと怖いのでしっかり釣り玉を投げましょう。よし、OK。いや、欲しいなー。北斗ってその、常時出るキャラではないんですよ。たまにしかガチャから出ないんですよ。限定キャラみたいな感じ。なんだろう、モンスト、わかんない。モンストやったことなかった。他のゲームで例えようがないな。でも、白猫の限定キャラみたいに、その一時しか出ないっていうものではなくて、結構、何ヶ月かに1回は復刻はされるんで、難しいとこですけど、とにかく何ヶ月かに1回しか手に入れるチャンスがないということでね。いやー、引きこうかね。ちょっと悩ましいとこだな。ここは超慎重に釣り玉投げていこう。で、そう、今ね、僕4回目まで引いてるんですけど、5回目は、その北斗のみ、各レアリティでの出現率がアップ、かつ SR1 の出現率アップなんで、まあ、とはいえどもね、パワープロの1点狙いなんていうのはとてつもなく金額かかりますけど、僕なんか聞いたことあるのが300連、北斗狙いで300連して結局出なかったっていうお話聞いたんで、まあやるものではないと思うんですけど、そんな、なかなかね。よーし、球速こつきたー。いやけど、それをもしたくなるこの強さだよねっていう、そういうお話よ。もうブレイクスルーは溜まれば随時使っていくんですが、ちょっとこれはほんと、技術が来すぎかな。
ってことは、逆に考えて、クレバを抜いて、変化球キャラ入れてもいいんですけど、マイベの変化球言うの持ってないな。クレバ以上の。くっそ、マジで、あいつが。これ切ります。草野がマイベだったらな、相当強かったんだけどな。体力回復。メンタル。うん、あー、ダブルかー。これは行かざるを得ない。よし、来てくれたらな。なかなかブレイクスルー打つときにほんとダブル来ないんだよな。さて、さて、さて。で、クレバがまたまたコントロール依存説もあるしね。コントロール先上げようか。で、変化球も上げましょうかね。よし、コントロール C まで来たよーと。これ、ど根性取れないな。やばい、メンタル2入れたのに。よし、このチュンチュン超美味しかった。いやー、体力最大値上がっといてよかったーってやつでしたね、今の。さて、経験点。まあまあいいでしょう。招きなしで3000点近く彼女なしで出せていれば、かなりいいと思います。ちょっとこれさ、そろそろメンタル練習来てくんないとマジで技術余るな。さあ、ということで、前にだから乾燥してよ。精密ちょうだいね、そして。コーチ、あ、また北斗が現れてる。なんだ、君変化球練習に現れすぎだ。優秀すぎるぞ。立川のワンタックでの技術の得られる量がえげつない。これってことは、北斗入れた時って割とマジで、あ、これどうしようかな。いや、打たれ強さ。真ん中でよかったか。敏捷そんな稼げないか、こっから。北斗入れた時ってマジで、コントロールキャラすら1枚でいいんじゃない、これ。いや、ちょっとイベントの乾燥し具合が悪いな、みんなの。いや、これ招き猫持ってきてもう一回やりたいな、マジで。もう使おうか。いやー、ごめんなさい。これもうさすがに技術そんないらん。ちょ、技術以外で使いたい。いや、でも使、今そう経験点伸ばすだけだったら使った方がいいけどね。さすがに技術きすぎよ、今回。よし。ちょ、待って、天城とか、立川とかが、あー、天城とか。名前が出てこないんだよな、さっきから。あいつの、嵐丸のびっくりがないんだよな。成功して、よし。で、一応ですね、立川と相性がいいのがね、非常に、北斗が。なんか、イベントで重い球のコツをね、ちょっと割り引いてくれることがあるんで、それに期待しよう。で、重い球はもう 30% で全然取れちゃう特能なんで、はい。って言ってたら、天城も、おっしゃ。嵐丸も。どっち行こうかな。こっち行こうかな。びっくりし始めたぞ。よし、スタミナ4上がった。ナイス。さあ、全部来い。こっからイベント全部来い。金徳取らせろ。うわ、経験点めっちゃ良い、そこ。でも、緩急骨来てないからね。オッケー。ここは、うわぁ、ちょっとイベントがやっぱ進まなかったな。なんか、前にでも結構乾燥しないんすよね。この高校よくわかんないけど。あ、これだ。これで重い球のコツを、あ、そうだよね。このイベントですよね。はい。いただけるのが真ん中かな？はい、真ん中ですね。あー、ただここ確率やや低なんで。確率やや高で下で牽制骨、上で確率中で対強打者骨ということだそうですと。ただまあ今回は重い球が欲しかったので、はい。うわぁ、意外にもマジで精神が足んなかったな。
いや、これちょっと強いな。このデッキがいいと思うな。となると、これで精神が足んないんだったら。いや、マジで招き猫もう一回持ってきてやろうかな。おっと、ちょっと待って。ちょっと待って。ここで負けるのはやばい。というか、あれかな。おお、よし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 。オッケーオッケー。さすがに。これ理想はだから、クレ、今、北斗をガチャで手に入れたら、フレンドをね、カオルにして、嵐丸のけるのが理想なのか？それが理想になってくるのかな？いや、前さん後さんにするなら、前さん後さんにして、金徳のことも考えるなら、一番のけるべきは天城か。でも天城は優秀だからな。マジでハイスピンジャイロ以外だったらよかったな、金徳が。ショートめっちゃ下手今回。いやー、でもカオルちゃん連れてきたら得意練習率アップ 40% あるから、天城のけてもいいか。天城のけてそこ、うわー、北斗欲しい、北斗欲しい。ちょ、遅くない？遅くない？このイベントも毎日なのに、毎日なのにね。で、これでスカウト評価爆上げ。オッケー。あ、10年に1人また来なかった。まあワンタックで渋いけど使いましょうか。あ、使わなくてよかったかな今の。今のダブルタックを待ってもいい局面かもしれない。というのも、もう8月3週までに多分溜まり直さないんで、今の休むで例えば削ってもよかったかな。その時期っていうのも考えていっていいな。今の割とワンタックだけ、ワンタック一人しかいないんだったらやめといてよかったかもしれないですね。はい。いや、これ強いなー、マジで強いなー。よし、ゴー。天城のハイスピンジャイロ、まあ重いよな。やっぱあれイベント続けると重いよ、さすがに。よし、やっていきましょう。ストライク、小糸、まずは簡単に追い込んでいます。スイッ、オッケー。空振り三振。ちょ、今回スタミナが怖いんで、そこまで釣り玉を投げないでいこうかな。なるべくナイスピッチを使っていく感じでいきたいと思います。ストレート決まってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。見逃し三振。さあ、いきましょう。3球三振、ズバッと決まり。スローカー。今あれかな、フレンドさん北斗を普段出してらっしゃる方はいらっしゃらないんですけど、多分160キロチャレンジがあるので、多分多くの方がね、北斗なり怒り守るなり持ってる方はリーダーにする方多いのかなと思いますね、この期間。いや、でも北斗は本当フレンドさんに常時出しといていただきたいぐらい強いな。皆さんちなみに変に投手ナンバーワンキャラは誰だと思いますか？ちょ、なんかパワープロナンバーワンキャラを言い出すと、ちょっとね、彼女とかも登場してきて、野手と投手だとこう比べる軸も違うと思うんで難しいと思うんですけど、割とマジで僕は投手キャラの中で一番強い、うわ、ちょ待って、これ超やばいな。割とマジで投手キャラの中で一番強いのは本当に北斗だと、まあ、前々からちょっと思ってる節はあったんですけど、今回改めてね思いましたね。皆さんいかがでしょう？皆さんのぜひご意見をお伺いしたいんですが、例えば立川なんかも、まあそこに名を連ねても悪くはないのかもしれないんですけど、金徳が確定じゃないんで、僕の中でね割と違うかなって最近思っているところで、あと誰だろうな、まあ神楽坂、上限解放かなり進んだ神楽坂とかもそうかもしれないんですけど、あれは上限解放を前提にしてるんで、話としてちょそこをあんまり個人的に違うかなっていう、上限解放を前提してなくレベル35の時点での最強キャラとなると、か割と北斗かなって思うんですが、他どんなキャラクターいたっけ。いや、北斗だな、思いつかないもん。北斗以上に35の時点で化け物だと思うの。カオルちゃんもまあ強いけど、あれも結構上限解放前提としてる強さあるし、実際いや上限解放してなくても強いけど、
上限解放してさらに化け物になるっていうね印象あるし、いややっぱ北斗だ、個人的に北斗だ。しかも上限解放しても試合経験点だからさらに強くなるし、強いね、憎いね、三菱やっていきましょう。初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球、2球目空振り、超スローボールヒュッ、おっとナイス、打球反応つけてなかったけど危ねえ危ねえ。おっと今回ヒンダ、ヒンダカイドウ、第9初球空振り、ヒンダカイドウね、発音的にはやっていきましょう。やばい、うわショートが今回下手っぴなんだ、これアウトになるんじゃない。ちょっと丁寧に投げようかな。第9初球から打ってった、ゲッツー取れよ、ナイス、ゲッツー、スリーアウトチェンジ、よーしオッケー。いやちょっと待て待て待て、このデッキマジで強いぞ。もう一回招き猫持ってきてやりたいぞ、もう一回見たい、どうだろうな。じゃあコメント欄でね、もう一回このデッキ見たいっていう声が多ければ、うわーこれも成功したけど、ほら前になのにまさか完走しないと思わなかったよ。いやこれ S5 くらい作れそうだな、本当に全部の金徳成功してくれたら。ちょっと今回のコメント欄でね、もう一回やってほしいっていう声が多いようであれば、またまた後日ねもう一度やらせていただきたいなと思います。はい、まあ、ただこれはもう普通に経験点もよく稼げてるし、そのまま動画出しましょう。金徳イベントが1個しか完走しなかったよ。金徳イベントが全然完走しませんでしたが、しかしはい、お待たせいたしました。おおおお、怖いね。ちょっと重い球のコツだけ来てくれると嬉しいな、ここから。よいしょ、ストレート、空振り三振、バットがクー、オッケー。いやーいいねいいねいいね、いやこれはいいで、久しぶりにこんなやってて楽しいというか、いや昨日のサクセスとかも実はやっててかなり球速型の選手を作るの楽しかったんですけど、こんなに手応え感じたの久しぶりですね、デッキで。お、脱三振骨、ここも取ろうかな、試合を安定させたいからね。はい、これはコントロール S いきますね。いやーちょっと待て、マジで久しぶりにこんな手応え感じた。本当はね、何より査定も伸びると思うんですよ、このデッキ。嵐丸のその鉄腕とかもありますので、なんでイベント完走しないんだよ。前が2なのによ。まあ、天木の金徳1個分無駄にはなるけど、基本的には伸びると思うんですよね、査定も。よーし、ナイスファースト。ファースト肩がいいね。OK。ファースト肩上げてると、ああいう感じでね、取れるんですよね、アウト。結構ファーストの肩上げるの僕おすすめしてるんですよね。よいしょ、OK。2球目にね、ストライク。釣り玉振ってもらって、3球目でナイスピッチよ。第9、初球はストライク。いやーいいわ、久しぶりに。しかも彼女の足編成っていうのがまた夢があっていいですよね。というのもですね、多分僕次ね投手で天才の入部届け、そろそろ天才の入部届けをね使おうかなって考えてるんですけど、天才の入部届け使うと難しいのが、あとアイテム1個しか持っていけないんで、例えばね、まあ一股だったら最悪お守りいらないかもしれないんですけど、二股でお守り、じゃあ二股やるとなるとお守り必須だから持っていくってなると、次じゃあ招き猫持っていけないんですよ。じゃあ招き猫持っていくってなるとお守り持っていけなくて、まあ一股でもね、評価、まあエピローグは大丈夫かもしれないけど、最後クリスマス間に合わないとか、その難しさあると思うんですけど、それがね、彼女なしだと招き猫持っていくこともできるし、まあ招き猫本当にいらないっていう編成だと、じゃあ大丈夫のメス持っていって体力最大値上げるとか、てかこのデッキで、そうか、そういうことか。これは引っ掛けた、
もう天才の入部届と招き猫使っちゃうか、このデッキで次使っちゃう。そして最強中継ぎ投手作る。さすがに先発は無理だと思う、精神が足らないから。そもそもじゃあまあ入部はちょっと考えますが、ぜひねもう一回見たいっていう声が多ければもう一回やろうと思います。このデッキ招き猫持ってくればさすがにね、天城切れば全イベント完走すると思いますので、はい、金徳もなのでそれなりにつけれて経験点も稼げて悪くない。まあ最後攻めましょうか。 OK、いやー悪くないデッキだった。もう S 行くけど、ちょ待ってどうしようか。怪物球威はとりあえず直押さえで取ろう。あれ何が足りてないんだ。あ、変化ポイントがそもそも足りてないのか。把握、おーし、コントロール S 行った。 S どころか全然S100 まで目指せるわ。よいしょ。いや実に楽しい、本当にサクセスであった。いやーコントロールってことは天才の入部届とか使ったら、うわっとマジか。やっぱストライクゾーンからストライクゾーンへの変化球ってダメだ、打たれる。基本ボールからにしないと。あーで今回あれじゃない、もしかしてあれも起こってない、投手討論とかも起こってないんで、全然イベントが起こってなくての経験点に最後なるかと思います。なのでもっともっと伸びしろがあると。全然これより全然経験点も出せるし、金徳も叩けるしっていうところになってくると思うんで。おっとちょっと待って、ちょっと待ってくれ、やめてくれ。まずは決めてきました。サードランナーちらってみた。第3球を3球目ストライク。なるべく釣り玉振ってもらおう。第5球投げた。やばいよね、満塁だもんね。ボール球、ボールカウント3ボール。よし OK。三振。そっか、投手討論も起こってないのか。これちょっと辛いな。で、打たれ強さもあれも抑えられないし、ちょっとこれ、査定、まあ今回もうね、金徳来てないし、査定はちょっと覗いて、この渋さでどれだけ経験点が叩き出せたのかだけ最後ね、見てあげましょう。第9、初球決まってストライク。まずは入れてきました。投げました。これは見送ってもう。ギブソンジュニア、怖え。投げました。いかにも打ちそうだもん、この人。OK。投げました。三振。いやー第9、初球打った、当たり先制の。おい、何やってんねん。フィルダースチョイス。自分何やっとんじゃ、われ。第9、初球見送ってストライク。あ、打たれ強さ丸をこの時点で取得してないことってなかなか僕のまあサクセスのね編成上今までなかったと思うんですけど、こんなになんかヘラヘラするんですね、打たれ強さ丸ついてないと。なんか新たな発見になった。打たれ強さというものがどれだけ普段強いかということをね、逆に学ばせていただいています。投手討論が起こってないおかげでな。第9、変化球ストライク、インローへ。少し迷ったか。もうこれはもうスタミナ云々よりなるべく本当に打たれないように、もう変わってもいいんで最悪ね。カウント1ボール2ストライク。投げました。高めボール、カウント2ボール2ストライクです。打ちました。犠牲フライか。うわっと、まだ打つの君たち。うわほら、打たれ強さがないともうヘロヘロしてる。第2球打った。ヒット。いやーこれ打たれ強さ絶対必要だね。さらに点追加。その大切さを学んだ回でもあった。初球から打ってった。ファッキュー投手討論やっていきましょう。これは経験点、クソみたいな経験点だ多分。最後試合がまあその分足して計算しようか。最後、うわ22ずつって、これまあ試合経験点 20% なんで80の4、なので320ぐらいまだ最後の試合でによっては経験点上がるかと思われます。
応最後の試合が経験点マックスだったら320足して、まあ6000くらいはなのでね、招き猫なしでも。で、招き猫持ってきたら6500くらい出るかな。っていうところだと実際思います。はい。ということで技術が余っちゃった最後。よいしょっと。まあリリースとか取っとこうかな。まあ査定は伸びないと思いますが、まあそんなに余ってるわけでもなく。ああ、それでも S、ああ、ほぼ S1 に近いような選手になるんだ、これで。へえ。なるほど。いや、いいですね。これ本当にいいと思うのが、体力の最大値もね、勝手に、4×4 の16か、上がりますし、イベントだけで。なので、天才の入部届持ってきった場合、メスはいらない。はい。メスじゃなくて、招き猫をもうすっと選択することができる。で、ブレイクスルーもいっぱい打てるし、彼女なしで十分できるし、休息庫作るし。だから休息骨が基礎骨来た場合って、その見かけ上の経験点よりかなり稼げてるような計算になるので、その辺もいいし、いやこれ入部届使うまでありますね。本当にちょっと今後に期待していきたいというか、北斗が非常に欲しくなったサクセス回でございましたと。いや本当に北斗強いので、ぜひともまだ使ったことないよっていう方はね、フレンドさん出していたらね、ぜひとも使ってみてねいただくとですね、またねサクセスの幅が広がるのかなと思いました。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。あ、ちなみに今回、技術が余ったのは、さすがに北斗がいろんな練習に顔を出しすぎたっていうのと、まあもうちょっとね、精神練習挟んでいってもいいのかなと思いました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。